あります道の駅グレール平田に来ております。こちらは岐阜県で24番目にできた道の駅です。はい、ここは堤防沿いなのですごい車の通り激しいです。だと山の真ん中とかで結構大きい道沿いとかはあったけどね、川沿いはちょっと初めてだね。大きいね。はい、じゃあ緊張すぎる。ほんとちょっと建物こっちからだとちっちゃく見えるけど向こうまで広がってるから、じゃあ見に行きましょうか。はい、レッツゴー。ぼっちゃん行くよ。これでしょ。これだけど取っ手が壊れてる。ちょっと手押さえた。ちょやっちゃった。これだから言ったでしょ。もうでも薄いけど結構いい。はい、なんかちょっと薄いですがこんな感じのハンコです。壊れとるやつ。指ビリビリってなるとダメだよ。何これ何これこれ何これこれ何水草。これ水草だ。あの金魚とかのほら鉢に入れるやつ。これは川の近くだからかな。こういうのあるの。あ、これカエルだ。カエルの骨はず違うよ。はい、行くよ。はい、里芋。里芋食べたいな。砂糖がつけてある。違う違う違う、里芋っていうお芋。中に砂糖も入ってるやつ。そう、里芋っていう。わからない。あゆ、うん、そう、ここのここら辺っていうか岐阜県はあゆとか川魚が多いのかな。はい。あ、これ見て見て見て、みかん。あ、ちっちゃくてかわいいね。これちっちゃくてかわいい。かわいいね、ちっちゃいね、これね。みかん、これで200円なんだって。安い安い。はい、ということで今情報館のちょっと休憩室に来ております。はい、ここの道の駅どうでした。あ、なんか美味しいものが来た。あ、美味しいものが来た。もう溶けちゃうな、食べちゃうな。でね、ここ有名なのはよもぎだったらしいです。でもなんか里芋とか長芋とかレンコンとかもあったね。外にもいっぱいお花あったしね。で、あやさんたち何買ったの。え、これクッキーアイス。もう我慢です。我慢できずに買ったんですね。地元の人は手作りのジェラートみたいな。へー、美味しそうだね。で、ここに、はい、うん、多かったものはこれと里芋と花。お花もあったね。はい、じゃあ食べましょうか。はい、いただきます。見えよ、よもぎソフト。ブツブツ交換が始まっています。じゃあいいよ、おいしいよ、うん、ゆっくり食べたいので、はい、一度区切りつけましょうかね。はい、こっち見て。あ、豆腐。はい、なんで立ちつてとになったんでしょうか。立ちつてとや。